フェイスリフトと顔の脂肪筋、脂肪筋は最低でも必要な、綺麗に脂肪も取れて、フェイスリフトの傷ってこんな感じ。本日は顔の脂肪筋と石灰リフトの症例をご紹介したいと思います。今回の方は47歳女性で、身長159センチで体重54キロの方です。この耳のところに沿って切るって、ここに上げるのが石灰リフトですね。今回の方は、この頬と、顎下のこの脂肪を取って、かつ石灰リフトで上げるってことをやっていきたいと思います。頬と顎下、ここに結構お肉がついてる方って多いのかなって思うんですけども、お肉がついてると、そのお肉によってたるみが出てきてしまうんですね。ただ、そこだけを脂肪筋すると、脂肪がなくなってくる皮膚が余ってきたりしてしまうんですね。なので、石灰リフトを組み合わせることによって、たるんだ部分を上げる。引っ張ると伸びますし、こういうふうにキューってなるわかるのかなって思います。皆さん結構傷のこと心配される方多いと思うんですけども、傷っていうのは耳のところに沿って綺麗に切っておりますので、特に女性の方だと髪の毛こうやって落とす方も多いと思いますので、あまり傷っていうのは気にならなくなるのかなっていうのが一つあるのかなって思います。この後まずは顔の脂肪筋をした後に、最後に余った部分の皮膚を切っていきたいと思います。今こちら側だけ脂肪筋したんですね。こちら側はまだ脂肪筋してないんですね。なのでまだこういう風に脂肪が残っているのかなと思います。こういう風に脂肪筋した後に石灰ですね、こういう風に引き上げていただいて、ペタッてこういう風にするんですけど、そうするとこういう風に余っているところがあるのかなと思います。ここが余っているので、余ったところを切って、こういう風にペタッてすると、この輪郭のところがスッキリする。それが顔の脂肪筋と石灰リフトを組み合わせた製図になりますので、ちょっと参考にしてみてください。石灰リフトだけだと持ち上げるだけなんですね。そうすると、このお肉のところっていうのはなかなか改善したりしませんので、顔のお肉、脂肪が原因でたるんできてしまっている方っていうのは、脂肪筋が最低でも必要なのかなって思いますし、脂肪筋だけだとその脂肪がなくなった分、皮膚っていうのは少したるんできてしまいますので、皮膚の余りをなくす意味でも石灰リフトっていうのは脂肪筋を組み合わせると良いのかなって思います。今顔の脂肪筋が左側と右側両方あったんですけど、ここのところとこの顎下のところ両方スッキリしてるのかなって思います。こういうふうに持ち上げるとピシッてラインが出るのが石灰リフトなのかなと思いますので、この状態でこの余った皮膚のところを切る、これが石灰リフトなので、この後こういうふうに引っ張って余ったところの皮膚を切っていきたいと思います。今顔の脂肪筋とフェイスリフトの手術が終わったんですけど、フェイスリフトと顔の脂肪筋直後にですね、これですね、フェイスリフトの傷ってこんな感じです。すごく細かく縫ってるんですね。すごく細かく縫えますので、全然傷跡っていうのは最終的にはわからないのかなと思います。これで全てのところが見えるのかなと思うんですけども、直後からそんなに出血とかがなく、綺麗に脂肪も取れてフェイスリフトでこうやって持ち上がってるのかなと思います。これが顔の脂肪筋とフェイスリフト手術直後の様子ですね。今回は顔の脂肪筋とフェイスリフトの手術を同時に行った場合、どのような状態になるのかっていうのをご紹介いたしました。今回は47歳女性、身長159センチ、体重が54キロの方の顔の脂肪筋とフェイスリフトの症例をご紹介しました。今回のお客様みたいに、顔の脂肪だけを取っただけだと、フェイスラインがなかなか改善しない方っていうのは、フェイスリフトも一緒に検討してもいいのかなと思いますので、今回の症例っていうのを一つ参考にしてみてください。顔の手術の適用っていうのは、お客様一人一人にとって全員適用が違いますので、どの施術が適用なのかっていうのは、カウンセリングで詳しくお話しできればいいと思います。もし自分が何の施術が必要かどうか分からなかったら、カウンセリングしていただくのが一番いいのかなと思います。
この動画がいいなと思ったらチャンネル登録といいねボタンを押して応援お願いいたします。そして何か質問や疑問がありましたらコメントしていただけるととても嬉しいです。それではまた。